一旦3人バラバラになった場合、たとえそれが仲間でも信用するな。合言葉を決めておく。お、合言葉？一回しか言わないからな。認可、認機と問う。その答えはこうだ。大勢の敵の騒ぎは忍びよし。以上だ。オッケー。一回だけと言っただ。として覚えられなかったの？あんたバカね。巻物は俺が持つ。おい、待てよサスケ。って、なんだ？新手か。あなたたちはその辺で遊んでらし、ここは私一人で行くわ。おいみんな大丈夫か？ナルト、ね、ちょい待ちなさい。大勢の敵の騒ぎは忍びよし。何するんだってばよ。ナルトはちゃんと合言葉を言えたじゃない。あいつがあんな長い合言葉覚えられると思うか？しかも俺の攻撃を避けた時のあの動き、明らかにナルトとは違う。いい加減正体を表すんだ。忘れるのが分かった。どうしてもっと短い合言葉にしない？不気味すぎよ。それにナルトのやつはどこに？殺せた。でっけえ。さあ始めよう。ものの奪い合いを。血がけで。ただの殺気だ。何者だこいつ。ダメだ、ここは逃げるしかない。そうしなければ待っているのは死だけだ。上がれってばよ。昼飯に取っておいたおにぎり。ああ溶けてる。出せ、出せってばよ。もう動けない。やる気だ。動け、動け。少しでいい、動いてくれ。どうする気？安心なさい、一瞬で終わらせてあげる。苦しむ間もないくらい。もう少し楽しませてほしかったけど。ではここで死んじまうのかな。なるほどね。とっさに自分を傷つけて。動け！痛みで恐怖を消し去るとは。影分身の術！こんなとこで蛇のクソになってたまるかってんだよ。サスケくん大丈夫？サスケくん蛇！動転してヘビにも気づかねえとは。来るな。獲物というのはね、常に気を張って逃げ惑うものなの。捕食者の前ではね。うわあ！言葉は忘れちまったぜ。あいつが助けに来て場が良くなった試しがない。どうする？やい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 、渦巻きナルト様が来たからにゃコテンコテンに乗してやる。ふん、ダメだ、これしか方法はない。待ってくれ。ん？巻物ならお前にやる。巻物敵に当てどうすんだってばよ。
お前は黙ってろ。獲物が捕食者に来たい自身を見逃してもらうことだけですものね。受け取れ。この状況が分かってんのか。いきなり何しやがる。だから確かめようはねえけどよ。けど偽物だろう。うすらトンカチが。俺は本物だ。嘘つけ。どんだけ強えか知らねえが、巻物を渡したって俺たちを見逃すって保証がどこにあんだよ。お前の業だってばよ。正解よ。巻物なんて殺して奪えばいいんだからね。ふざけんな。よせ、逃げろ。ジャンド口寄せの術。かわいい。ナルト！ナルト！とりあえず食らっときなさい。次はサスケ君、君よ、どう出る。よう、怪我はねえかよ、ビビリ君。絶対俺の知ってるサスケじゃねえ。うわっ、ケビ野郎。白い成長をしたもんだわ。ほら、封印が浮き出てるじゃん。封印！サスケくん！ナルト！ナルトくんのチャクラとキュウリのチャクラ。どうしたの、サスケくん？おわ、確かにサスケくんと違って、ドジで足手まといかもしんないけど。愚かなる弟。違う。やはりウチハ一族。したくば恨む、憎む、そしてまずまずね。私の動きを先読みして確実に狙って。はっ！ウチハの名が泣くわよ。うわっ！カトン、ユーカの術。やった！サスケくん！
サスケくん、ケくんねえ、サスケくんってば、ナルト、サスケくんが、サスケくんが、私、どうしたらいいの。